はい、どうも皆さん、こんばんは。それでは、ゴーストオブ対馬続きやっていきましょう。なんかさ、ゴールデンウィーク入って動画が撮りにくい環境になりやがったからさ、あんま声出せないんですけど、まあやっていきたいと思います。あそこで見覚えがある人が暴れてるんですけど、なんか、野営地をあっち行ったりこっち行ったりしてたら、雅子様のサブミッションが出まして、で地図上だとこんなとこまで来てます。はい。こんなとこっつっても分かんないと思うけど、前回いた小松がここなので、まあだいぶ離れたところに、しかもこの辺未踏の地っていうかさ、全然ストーリー上で今のところ来るところじゃないので、ここはマサコ殿でしょ。あれですね、ストーリーの開幕の時にみんなで戦ったところです。痛い、ちょっと操作ミスこいた。よいしょ。はい。なんかね、雅子様が一人で菰田の浜行ったみたいなこと言ってたらしく、言ってて、そういうのを見たっていう人がいたんですよ。何をしておいでですか。家族を探しておる。多分家族の死んだ場所だからね。二人の息子がまだ対馬の武士らしいお働きでした。最後の地を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、息子さんのことは知らないよね。おー、足立さん本人はね、避けかけられて燃やされてお亡くなりになられましたけど、浮世草母、いやー、息子さんは知らないです、ガチで。これから浜のこちら側を探す。ちょっと待って、取り持ち玉間違えて投げちゃったから回収したいね。区内しかねえじゃねえか。ふざけんな。今肩変えてたんだな。武器変えてた、武器じゃねえや。アング変えてたと思ってたら、普通に変えてたのが違った。兵だ。ここが多分、スタートんとこかな。いや、また別の浜かな。ああ。だがなぜ一人、落ち延びようとしたのか。すべての老頭が、主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。そうなんだよね。皆忠義を尽くしたか。いやー、なんか本人から、本人っていうか参加していた当人から教えてくれる、教えられるって、ちょっとなんか悲しいことではあるけど、それ以上にね、なんか知りたい人からするとありがたいことなのかもしれないね。登り旗を探せ。足立家のやつって青いやつだよ、多分。こっちで合ってんのかな。雅子殿。ジン、こっちだ。あ、はい。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。雅子様の長球かっこいいよね。ジンさんが持ってるやつさ、長球じゃなくて半球っていう。菊池家の。若干精度が落ちるやつなんだけど。奴は見たことがないな。姉の夫も仕えていたが、兄君も近くにいらっしゃるはず。探しましょうか。今はいい、息子らを探すのが先だ。そうだね、人の手があんまり、元戦場っていうのもあって、手が入ってないから、私の馬が、私は死ぬところを。申してみろ。叔父上に救われました。その恩は返さねばな。おかげで生き延びたのだ。悲嘆するな。そうだね。だからこの馬の下敷きになってもうちょっとで殺されるってところで、ジンさんは酒井志村さんに助けてもらったんだよね。これか。誰です。正則だ。息子さん。若輩者ではあるが、年老いた父親に代わり。ああ、肝が据わっておる良い息子だ。ああ、
だが我が子はどこだ。別の人なんだね。ああ、足立家の人はないんだ。まだ。耳の名手を抱える一門でした。右に出る。そういえばそうだね。長尾家の師範が石川さんだったらしいからね。その元だけど。あのろくでなし元だけど。いやーなんか改めて来ると。志村家の旗だ。やだね。戦の最中見たくないねこんな。この旗が倒れるたび、叔父上かとおののきました。死を恐れるのは世の断りだ。あ、死を恐れることは悪いことじゃない。この先は岩場です。ここにも。でもこっちの方まで仁さんたちも来てたもんね。この先もうちょい行ったところに船があって。あ、いた。氏金、息子らの良き友であった。あ、また違う人か。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに。ああ。行くぞ。なんか仁さんとかを、仁さんと志村さんはさ、無用ということです。バン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 。あ、いたみたいっすね。進んでっちゃったからわかんないけど、この辺にも結構期待がある。蒙古兵は回収されてんのかな。うわ、重里、重成、かような扱いがあるか。下ろしましょう。うわあ、え、どういうこと。殺した後に吊るしてたってこと。妻とこの隣で眠れたというの。有明は遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるがな。ならば奪うまで。よし。こっちだ。ああ。いやーなんかもうやだな、辛いな。モップの出てき方がすごいんだよな。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き、母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病、お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも慰めにはなりません。そうだな。いやーなんかもうさ、二人とも身近な人間をさ、すでに失っちゃってる人じゃん。だからお互いにお互いのことわかるんだろうけど、悲しいよなー。やーべえよなー。本当にいいストーリーすぎる。わ、ファイルっぽいな。畜生ども、覚悟するがいい。チャイグぜ。慎重に勝負。5人くらいしかいねえし、俺が3人分けますんで。マジで楽一騎打ち。これでさ、1匹やって2匹やって3匹やって、で残ったやつ、あ、弓ねえわ。残ったやつを弓でとか言おうと思ったら弓なかった。あそこさんも邪魔。よいしょ。まだです。新手が来ます。あ、マジいるの。下から来るぞ。ご用心を。あ、どっち、そっち。
入って、あ、盾兵のモーションを上がりに行く。あれを森から来ます。キリがないぞ。キリがなくなるな、なくなるっていうかいなくなるまで戦えばええねん。あ、やべえ、なくないの威力なんかワンパンできるようになってきちゃった。めっちゃやめて、風の方難しいんだよな、使い方が。よいしょ、こうやって雑魚だったら一発でよろめきまで持っていけるんだけど、よいしょ、そうじゃないやつだと結構時間かかるから。あそこさま、そっち終わりそう。鉄ハウいる？どうしよう、かな。うい、例えばさっきからささらっと使ってるけど、あの月の方はもう解放されましたんで、もうついえばさらっと使ってるけど、あんまり使わないけどね、月の方は使いづらいから。あの HP 多いでかいやつとか体調キャラには強いんかもしんないけど、そんなに使い道がないので。痛い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 、やめて。いやもうめんどくせえなお前ら。まあとりあえずよろめき状態にして切るのが定石なので。うい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 、よいしょ。5の線とか強いんだけど、あれ確定でよろめきにしたりする。はい、オッケー。体調系殺してももう意味ないからね。あ、半球が強化できるようになった。でもいらない。よいしょ、これでしまいのようだ。その様子です。半球よりさ矢のストックの方が欲しいもんな。弓を強化する動向、矢の本数を見たいんで。よし、まで連れてこよう、息子さん二人を。ようやくだ、息子らを運ぼう。いやもう猛虎の死体で墓標ができちゃうよ。二人が元服した後も世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。志村殿を救出する折には私に知らせろ。お主には助けられた。必ず手を貸そう。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました、ご無事で政子殿。いやもうもうもうダメだよ。あーさこさん、強く生きてください。俺にはそれくらいしか言えないんで。だってもう鍵の展開をさ若干知っちゃっててさ、一番最後の方どうなるか知ってるからさ、そう考えるとちょっとなってなるんだよね。あさこさんくらいは幸せになってほしいよね。子もいなくて家族もいなくてそれで幸せになれっていう言い方はあれかもしんない。よし、じゃあもう一個サブクエやって今日は終わりにしましょう。ただね、長くなるかもしんない、こっちのサブクエは。わかんないけど、だっけ、あれか。よいしょ、酒井様。はい、なんでみんな名字で呼ぶの。賢治、何をしておる。ちょっと厄介事がありましてね。なんじゃ。
何をしでかした？しでかした？モコがあっしらの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれてもう腹ペコ。あっしらだと？お前の畑なのか？あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。なんか言ってたっけ？もうこの野営はどこだ？数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか？それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなけりゃ。何か手を考えねば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。ん？何させる気なんだ、ケンジ。あー、なんかさ、前回も言ったけど、全然ケンジの方がキャラ立っていいよな。お見せしましょう。雄三とかいう小物良くないよね。この食料はどこから？畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。なぜ逃げなかった？なぜ逃げなかった？アッシュはバカばかりやってきたから、生まれ変わりたいんです。あー、別に立派なことだと思うけどね。酒作って、今までだってお酒で生計立ててたわけでしょ。まあもう猛虎にお酒は売れないけど、ジンさんのせい、主にジンさんのせい、てか100ジンさんのせい。猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。なるほど、入っていけばいいんだな。お前の策とは奴らを怒らせることか？まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽もうこの野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです？あっし？あなた？お前とおるといつも何かに入る羽目になるな。ねえ、あんでしょ。これはそう。あ、中見ないんだ。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。こっち？あ、酒井様、来ましたよ。酒の話。うてきんたるきんたち。あ、そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。バスター・モリガー。待て待て、あれはミヨ。ミヨは俺の馬、俺の。ナダマツァス、モルピクニクボルソン。あいた。絵が見えないけど三文芝居やってんのだけはわかるな。堪忍してミヨ。おい、まあもう取り返してやっから。あれ、なんか走る音がしますね。あれ、もう連れてかれてる、もしかして。よーし、中身空っぽじゃねえじゃねえか。まさかうまくいくとはな。あ、これ何、全員倒せばいいだけ？いや、にしても結構な数いんな。爆竹をあっちの方に。ほなんか特に市民攻撃するっていうこともなさそうだし、やっちゃうか。よいしょっと。はい。はい。けい。だからこんだけの数いても倒すのは一瞬だからな。区内があればもうちょい早くやれるんだ。区内ない。なぜか区内ない。さっき奮発して投げすぎたかな。おい、スレイ。はい、おい、スレイ。捕虜と話せ。
や、やべえな。なんか、杉笠州まで賄えそうな飯の量してるんだけど。杉笠州は、結局飯取りに行ったんかな。食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。ケンジ？あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ？すべてあいつがまいた種なんです。モーコと取引しようとするから。ああ、酒井様。さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。前何したんだ今度は。訳を話せ。モーコに食い物を売ると言って、藁と木くずをやってみたんです。儲けるためか。畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか。こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて、村の門が捕まって、食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか。え、いや間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただもうジンさんと一緒に行動してれば。人の命がかかっている時に練習などと申すな。パワポケの裏のさ、メガネくんシリーズみたいにさ、多分主人公と一緒にいればいいんだよ。荷物持ちでもやってろ。多分一人で考えてなんかしようとするから失敗するだけであって、一人でやろうとしなきゃいいんだよ。いやー、利益の子。猛虎に殺されずに済んでよかったな。すまなかった、助けになれないで。助けだと？米食って喉詰まらせろ。おっと、また余計なことを言ってしまったみたい。では達者で体に火をつけて猛虎の火薬に飛び込め。ボロクソじゃないですか。あ、しょうがないね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにさせていただきます。若干短いですけど、ああ、やいし、今回はあれ見せようかな。探索のさ、あ、これじゃないよ、ごめん。めっちゃやってあるでしょ。装具は、まあ、強化すれば手に入るやつだけど。神社、人、稲荷、かかり火台。かかり火台は知らないな。あれ、こんなんあったんだ。誉れの石碑とか、稽古台とか、和歌とか、結構あるんだけど、まあ全部ね、動画外でやってるから。よし、これ、ハントの対話2。なんか前回っていうか、パート1の時に1話読んだんじゃなかったっけ？はい。ハントの対話2。今宵、宴で名手の味比べをしておりました。最中に、コトゥンハーンが対馬の政治と歴史について自説を述べました。長尾家の紛争、内紛や、演者同士の、足立家と菊池家の間のいさかいや、ちょっと待って、足立家と菊池家ってなんかいさかいあったの？それを初めて聞いた気がするんだけど。え、もしかして黒幕って足立家の人だ、足立家じゃない、菊池家の人とかだったりする？今更だけど。槍川の乱で志村家が勝利した経緯などを、一部始終まで語る様子はまるで数代にわたって対馬に住んでいたかのようでございます。だからやっぱ勤勉な人ってことだよね、ハーンは。その後、コトゥンは自らの志を語りました。コトゥンは高齢の政党後にフビライハーンから日本政党を任されたようで、成功の暁には大いに名を挙げて大ハーンへの名乗りを上げられようと申すのです。いとこのフビライにとって変わるつもりなのか尋ねる勇気はありませんでしたが、おそらくはそのつもりなのでしょう。そっか、フビライのいとこっつってたよね。はい、次。3。これ多分2個くらい読むはあるかな。ハーンとの対話3。忙しい日々でございました。コトゥンハーンはカネタの木にて、志村様を掘る。捕囚わかんないな。囚人とか捕虜とかって読み方だったらわかるんだけど。両方とも頭文字だけど、頭、もういいや。対馬一の地頭を殺すよりも、生かして支配に利用したい、とコトゥンは漏らしておりました。
どうやら志村様に取引を持ちかけるつもりのようです。患者や手なずけた民から聞いたのか、志村様が対馬の地頭には収まらない器だとコトゥンは見抜いておりました。また妻や子息を、我が国にして失い、後継ぎがおらぬことまでも知っていたのでございます。志村様を武家の棟梁にするというのがコトゥンの誘い文句でした。自らの右腕として高齢とはせて、フビライが治める元の国に抵抗するつもりなので。ハーンは対馬を取った後、自分の国を乗っ取ろうとしてるみたいな話。この男の波動を防げるのはよほどの愚者でございましょう。志村様は一徹なお方と聞きますが、愚か者ではありますまい。今現在進行形でジンさんが愚か者になってるって話かな。どうしようかな、もう一個くらい読んどくか。ウムギタニへ来いと。これ違うね。これあれだろ、何のやつだろうこれ。まあでもこの辺はあれか、読んでもあんまストーリーに関係するやつではないのかな。蒙古の品とかもいろいろあるんだよね。アダックツリー。モンゴル帝国の民間信仰やシャーマニズムに深く根付いている建築物。モンゴル帝国のシャーマニズムは文化の多くの面、医療、信仰、自然崇拝、崇拝などと密接に関わっている。難しい感じですか。これあれだよね、バターみたいな。ファイザゲレゲ。ファイザは小型な札で、あ、このあれか、布じゃなくて真ん中の黒い札の話か。モンゴル帝国の官僚や施設に与えられた、ファイザの保持者には補給拠点の利用や民間人の徴用といった特権が与えられていた。またモンゴル帝国とのつながりを強めるために外国商人に与えられることもあった。ああ、特使権みたいな感じなのかな。はい、蔵は、全部一緒な気がするんだけど、モンゴル式の蔵ってことで。これは何見ても一緒な気がする。黄金の腕。モンゴルの職人には金、銀、銅、貴石、メノウやターコイズなどを用いた、装飾品を作り、装飾品作りを専門にする者がいた。腕輪には読めねえよ。何学模様？なんとか学だろうな。いや、動物を元にした図柄を組み合わせることが。計略図。ああ、俺もあんま関係はないんだろうな。通りに関係ありそうでなさそうな。でも今、モンゴルの人からすると、対馬取って、九州本土に行きたいわけだよね。多分人数足りないと思うけどね、全然。エジプトの仮面あ対馬への襲来。蒙古襲来よりも少し以前にモンゴル帝国は北アフリカへ侵入した。最終的には敗北を喫するものの、現地から多くの品を持って帰っており、そのうちのいくつかは日本にまでやってきてる。おかしいだろそれは。持ってくんね、蒙古の品とかじゃないだろそれ。大事な品とかね。これはあれか、あれか、ミッションで使ってたやつか。素材の量すごいな。今考えると竹の量すごいでしょ。使い道ないからね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。また次回、対馬の続きでお会いしましょう。ありがとうございました。